棒を中心にプロのリングでノックアウトを重ねてきたのがラテスキです。そうそう、いい潰し方ですね。ここ潰してました。さすがヒヤリヒヤリ、ものすごいパンチオンです。いや、何か平子さん、肉体と肉体がぶつかる感覚というのが凄まじいですね。会場も静かに多くざわついてますね。一発一発で鉛のような緊張感、走る情熱、そして圧力を感じるリング上、リング中央、ラテスクが前に出始めました。ラテスク選手の背中はちょっと大きいですね。K-1 は歴史上最も素晴らしい格闘技団体、憧れの場所にやってくることができたというステファン・ラテスク。迎えるはマハムード・サッタリ。ラテスク大振りのパンチなんですけど、全体重乗せてパンチ積んでかなり重いんですよね。乗されました。そしてチャッター迫力満点、これがクルーザー級の世界。サッタリはそこをかわしてインからストレートに狙ってますね。今ストレートに入れた左のボディフック、コンパクトなのはサッタリで、フックはラテスク、ミッハイ避けました。サッタリ左でした。ラテスクの左ストレート、あの左フックも食らったら危ないですよ。かすっただけでもう倒れるんじゃないかというのは左フックです。ボディストレートのサッタリ、3ラウンドの中でベストのパフォーマンスを出したいとサッタリは会見で話していました。ミドルロー、無敗神王を続けるボクムか、それともニュージェネレーション20歳のラテスクか。これぞ K-1 重量級の緊張感。第1ラウンドもあと40秒切ります。でしょうか。フックが得意ですね。左右ですね。左フックも右フックも強いですよ。はい、圧力はサッタリ感じているはずです。21戦目を迎えるマハムード・サッタリ。ここまで屈強な体を持った人間にじりじり前に出られると、ものすごいプレッシャーだと思いますよ。相当な圧力感じますか。はい、さあ標識が鳴ってあと10秒を切ります。ものすごい緊張感の中で行われているアンダー90キロの世界。バックスピン。ここで第1ラウンド終了のゴングです。いや、平松さん、改めて先ほどの3分間の緊張感いかがでした。当たったらもうどちらが倒れても本当におかしくない一発一発ですから、はい、空振りがさっき風がここまで届きましたからね、はい、風吹いてましたか、ね、涼しかったですね、はい、そして佐藤さん、重さもありますね。重さもありますよ、これ途中のラテスクのレバーをクリーンヒットしましたからね。もう一瞬かすめるのこれですね。左のボディフック。まだ二十歳です。2001年生まれ。ヨーロッパの次世代を担う新星と呼ばれているステファン・ラテスク。同じルーマニアのモロサムヤ。そしてあの K-1 のレジェンドアーツのようにビッグネームになっていきたいとラテスクは豪語します。さあ、また緊迫の3分間が始まります。アルカサッタリ、若手ラテスクを迎えます。31歳マハムード・サッタリ。2ラウンド目はサッタリ少し作戦変えてくると思うんですよ、ね、ますか。1ラウンド目はね、ラテスクの圧力がどのぐらいなのかって当たってた部分もあると思う。様子見てますね。K-1 ワールドグランプリ2022無差別級トーナメントチャンピオンです。クラッシュもクレーザー級のチャンピオンに輝いているマハムード・サッタリ。ミドローガードを固めて前に来る、右のミドル。サッタリは両ミドル狙っているか。ただ圧力あります。サッタリはこの階級にしては珍しくムエタイのスキルもものすごく高いんですよ、だからもう左右のミドルも綺麗ですね。そうですよね。そしてスピードあります。
サスリに対してラテスクはノックアウトする自信は十分にあると語ります。 K-1 の歴史左キック、ちょっと揺れてるか、はい、サトリダメージあるでしょうか。あのサトリがややありますね。左フックかすめてダメージを与えられました。いつもと予算違うかもしれません。マハムズサトリ本当重いですよ、あのラテスクのフック、下がります。いいキック、スピードもありますね。左のリード、おー、相当ダメージあるようです。こめかみ少しかすって、そして左がこう突き上げるようなフックですか。思いっきりがいいですよね。あのサッタリが倒れました。なんとノックアウト負け、やってのけた話。ヨーロッパのゴールデンスター実力は本物でした。勝ちましたラプス選手には、いや、平田さん、スター候補現れましたね。まだいるんですね、世界には。そうか、全くの逆の組織しか準備してきませんでした。そうでしょう、ね、正直あの無敗のサッタリに土をつけました。いや、まさに佐藤さん、ゴールデンボーイ現るですね。ゴールデンボーイですね、はい、もうここからなんだ、K-1 のフライクルーザー戦めちゃくちゃ面白くなっちゃいましたね。いや、もう誰が勝ってもおかしくない状態になりましたね。みんながサッタリを目指していた中、出てきた。慶応勝利したカリミアの心境や怒り、カブス戦車様より慶応が贈られます。まあ、平子さん、20歳ですよ、ね、これからの伸びしろを考えると恐ろしいですね。本当にさらに技術が乗っかってくるわけですから、あれやっぱりこの階級の日本人選手もここに食い込む姿見たいですね。見たいですね。アキラジュニア選手はね、サッタリー選手と戦いたいって言ってたんで、今目の前で見てると思いますから、あのサッタリがこの左フックで敗れることになりました。無敗記録ストップ、まだどよめきがしてますね、会場から。ちょっとまだ信じられないというエディオンアリーナの空気感です。それでは20歳の声を聞きましょう。 Hello、異変だ、戦う賞だよ、ありがとう。皆さん、今日は応援ありがとうございました。選手退場。2ラウンド1分38秒サッタリオンノックアウト、20歳のゴールデンボーイ現れ、この K-1 界に2023年